皆さんこんにちは。チューズチャンネルへようこそ。前回の動画で反響が良くて、ちょっと少しフォロワーさんが増えましたので、皆さんありがとうございました。フォロワーが増えて嬉しいです。で、今日の動画なんですけど、今日は、私は結構日本国内いろんなところに旅行しているんですけど、実は41都道府県制覇してるんですね。制覇って言わないのかな、行っている。一応47都道府県行ったら制覇になるのかな。そうで、実は41都道府県行ってて、であと6都道府県で制覇になるんですけど、ちょっと今子供が生まれて、ちょっと行きにくい都道府県なんですね。で、行ってない都道府県はちなみに、福井、富山、山口、で九州は佐賀、長崎、熊本、そうだ、熊本で、その6つは行ったことなくて、その他は結構行ってるんですね。でそこで私が今まで行った中で、トップ3の都道府県を挙げたいと思います。で今回のトップ3はやっぱ東京とか京都とか大阪とか入れないで挙げているトップ3です。ナンバーワンどこでしょう。沖縄ですよ。まあ、多分私の、チャンネルを見れば結構沖縄行ってるなこいつみたいな感じで伝わると思うんですね。でなんで沖縄ナンバーワンかというと、まず、私今東京に住んでるんですけど、東京から結構、格安で行けるんですね。で結構安いんですよ。往復で1万5千とかな。そう安いですよね。で、2時間ちょいで行けるし、で綺麗な海見れるんですよ、2時間ちょいで。しかも国内と海外に行かなくても全然見れる。まあ、前の動画でも言ってたんですけど、サンゴ綺麗だし、魚がもうねそこら辺にグル君が泳いだりしてて、なんか綺麗なんですよ。そう、それがいいところ。安くて綺麗で、沖縄って結構こう北の方に行けば行くほど本当にその無人ビーチがあって、もう柵がない分いろんな魚に出会えるんですよ。そこら辺にウメガメ泳いだりとか。特に私が好きなのは名護市、ちょっと北の方に行くんですけど、瀬底島があって、瀬底島のところにアンチ浜があって、でアンチ浜がめっちゃ綺麗なんですよ。そこって知る人ぞ知るみたいなビーチで、なんか本当に地元民しかいないんですよね。でそこに行くとバナナボードとかあったり、その見張ってくれる人たちがいるんですけど、まあ、そんななんかレスキュー隊員とかではなく、普通にそうバナナボードとかちょっと軽い食事とかを売ってる人たちがいる、まあ、地元民本当に。でそこは本当綺麗、めっちゃ綺麗なので行ってみてください。まあ柵がない分結構襲われるんですよ。なんだっけ、なんか顔が伸びてる魚、ウマヅラハギかな、まあ、とにかくこう痛い、私何回も刺さるんですけど、まあでも刺されても我慢できる。でも我慢しても、我慢できるぐらい綺麗な海なんですよね。だからぜひそこにシュノーケリングセットを簡単にアマゾンで買って行ってみてください。料理が美味しいんですよね、沖縄って。で、まあ、日本って結構下の方に行けば行くほど、味が淡いっていうか、なんか薄いってなるんですけど、ただそんなに 薄いながらもこう元酢がすごいこう伝わる料理になっていて、例えば沖縄そばであれ全然美味しい、めっちゃ美味しい、なんかそんなに濃くなくても美味しい、なんかガリーと一緒に混ぜると結構美味しいんですよね。で、あとそのグルクンだとかイラブチャとかめっちゃ美味しいんですよね。だから沖縄料理、まあゴーヤチャンプルももちろん美味しいし、でこうやって実は食べると老けない、なんていうの、老けを妨げる、老けを予防できる効果があって、もうだから30代にぴったしなんです。その2はちょっといろいろ迷った結果、金沢、まあ、石川県って言っても金沢なんですけど、でなぜ金沢なのかっていうと、コンパクトなんですよね、金沢って。金沢すごいコンパクトで、でお寿司もすごい美味しいし、私すっごい寿司好きで、もう大の寿司ファン、もう週1回回転寿司行ってるんですね。週1?週 2? 週2実は行ってます。
かくその金沢はそのお寿司が美味しい、その、日本海側に面していてその新鮮な魚が食べられます。でも2つ目はその三大、庭、三大ガーデン、まあ、三大庭って言ってもいいんですけど、日本の三大庭に入っているその兼六園っていうのも綺麗だし、で兼六園行くまでの道って結構そのね、もともと金沢城があった ところがあって、そこもすごい綺麗で広いこう公園になってるんですね。でそこもなんか結構いろいろ見れるところもあっても、金沢城はもうないんですけど、確かその後だけなんですね。あとだけがあって、まあ、それを見るともうすごい面白いし、まあ、市場、さっき言った市場もあって、あと、京都、なんか小京都を楽しめる茶屋街、茶屋街かな、確か茶屋街はすごい本当にリトル京都、私も実際に子供と一緒に行ったんですけど、その確かに京都を思わせてくれるようなあの道路地になってて、その建物全部木造の建物になっていて、でなんか結構各その建物の中になんかちょっと隠れたカフェ屋さんとか隠れたなんかちょっと美術館とか小さな美術館とか、あとなんかちょっと雑貨屋さんとかがあってすごいおしゃれ、ね、でしかもなんかそのなんか着物とか浴衣に着替えてこう一緒になんかね歩ける、まあ、本当に京都みたいな感じなんですね。その京都に行けば嵐山とかでみんな体験できるような、 あるいは市場とかで体験できるようなことをなんかその金沢でもできるんですね。なんか一石二鳥みたいな感じで、であとさっきも言ってたんですけど、すごいコンパクトだから、その駅からバス、いろんなバスが出てて結構いろんなところに行きやすいんですよね。だからその兼六園にも行けるし、その市場でも行けるし、その茶屋街でも行けて、なんかで温泉もすっごいいい温泉湧いてるんですね、そこら辺で。だから温泉も楽しめるのもいいことだな。平日に行くとそんなに高くない。そう、まあ、とにかく寿司が美味しいかな、まあ、なんかすごいコンパクトにいろいろ楽しめたのが良かったかな。子連れにはすごいおすすめだと思います。なんかあんまり歩かなくてもすぐ着くんですよね、いろんなところ。それが金沢が良かったかな。その3はいろいろ悩んで、まあ私は結構愛してやまないのは山形なんですね。で私結構行くのは冬の蔵王なんですね。本当に毎年行ってるぐらいなんですけど、樹氷もあっていろいろ楽しめるんですよね。でまあスキーやボードで樹氷とかもあって、でまあ確かにボードとかスキーをしない人たちでもその行くべき、蔵王に1回でも行くべきなのは、山形駅から確かバスで1時間ぐらいかな乗っていくとその蔵王っていう町に着くんですけど、で町に着いただけでもうすごい硫黄の匂いがそこら辺中にするんですよ。もうなんか信じられないぐらいけど、もう本当に蔵王っていう町がもう温泉の上に建てられてるんじゃないかなって思うぐらい硫黄の匂いがそこら辺で漂うんですね。宿もあって高い宿もあるんですけど、私たちは大体まあ安めのところに泊まっていて、で和室が好きで結構その畳とかやっぱり東京から何脱出して畳とかね、そういうのを味わえるのが好きで、ちょっと安めの和室のところで通るんですけど、温泉入るだけでもうめっちゃ嘘騙されたと思って行ってみてください。私高年とかできて、で蔵王に1泊2泊ぐらい行くと泊まると帰りには必ず口内炎治って、でなんか痛かった腰とか膝とかが必ず治るんですよ。寒いにもかかわらず、超真冬に行くにもかかわらず治る。そんぐらいその蔵王の温泉が効き目がある、めっちゃある。 今までいろんな温泉に行った中で一番ある。ただその代わりに温泉結構匂いがやばいから、着ている服絶対にもう家では履けないぐらい臭くなるんですね。捨てる勢いで着ていった方がいいかもしれない、うん、じゃないとめちゃくちゃ匂いがつくんですよ。で東京に帰ると何この匂いみたいな、なんか、まあ、悪く言えば猫のそのおしっこの匂いがするんですよね。そう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 、まあ、でもそんぐらいとにかく効果があって、あとなんて言ったら米沢牛食べてほしい、うまい。確か米沢牛って日本の三大牛和牛の一つなんですよね。もうすごい美味しい。でその夜、寒い夜に、まあ、特にうちらはボード楽しんだ後にその温泉に浸かって、ああ癒されたって思って、で夜にこうちょっと
ね、浴衣の上にちょっとね、なんかこう浴衣をの上に羽織るやつあるじゃないですか、ちょっと寒い時に。でそれを着て、でなんかこう夕食大体で出来上がりましたよみたいな、6時半ぐらいに、でこう会場に向かって、でこうなんか米沢牛がしゃぶしゃぶできる、あるいはなんかグツグツ鍋でなんかこう待ってるんですよ。でそれをこうなんかね、ポン酢あるいはなんかこうそのままでも十分なんですけど、お肉に置いて食べるのがもう幸せ、幸せ、冬の幸せだから、私にとってはもうここ4年、4年、5年はもう冬になれば絶対に山形の蔵王に行くっていうのがもう定番なんですね。そんぐらい蔵王が好きで、まあ、結構まあ山形名物美味しいんですよ。玉こんにゃくもすごい美味しくて、で結構そのボードするときにてっぺんのところに玉こんにゃく売ってるんですよ。でちょっと滑って冷え切った体を玉こんにゃくでクシッと食べて、まあ温めるんですけど、あとなんかやっぱり出汁も美味しいんですよね。なんか山形は山形そばとか、山形駅にめっちゃ美味しいそばがあるんですけど、だいたい山形駅に着いたときと帰るときは必ずそこのそば、冷たいそばなんですけど、そば屋さんでそばを食べるんですね。ここに載せておきます。これチェックしてみてください。行くときは必ず、めっちゃうまい。そう、なんかちょっともう唾がめっちゃ分泌された。はい、これがチーズライフのトップ3でした。もし皆さん気に入ったら、ぜひ、LIKE と SUBSCRIBE お願いします。ではまた何か紹介してほしいとき、あるいは私20年暮らしてますので、欲しいトピックがあればぜひコメントお願いします。ではお待ちしてます。バイバイ。Ciao!